それでは引き続き北上ですね。スキー場まで行きましょう。とあのスコーチビスタ敵対しますね。危ない。あら、着地した。ここはラットトードのいる場所ですが、争い始めたかな。スコーチビスタが大人げないな、ラットトード相手に。まあスコーチはね、すべての生き物をスコーチ化するのが目的っぽいですからね。すべては一つになる。ミュータントがこちらのギャングの基地にいますね。争い始めたので、ここは避けるか。レジェンダリーがいますね。しかしレジェンダリーを倒せばなんか面白い武器が手に入るかもしれない。寄れるんであれば寄っていきたいが、厄介だな。とりあえずこちらね、裏口から侵入しましょう。今トラップマークがありましたが、ここ撃つと爆発しますね。ここら辺にも罠ありましたっけ。ここはありますね、罠マーク。これか。これ踏むとダブルバレルショットガンが炸裂するんだ。あー、これやめた方がいいかな。来ちゃったね、こっちね、完全に。うん、やめようやめよう、今回は無理だ。ここはなんだ、ちょっとしたロケーションですか。あ、ここにもこれがあるんだ。いる。おお、モールラット、あ、ディテクティブとポーション来る。はい、ディフェンス。ツルハシで、ちゃちゃちゃ、ラグいぞ、相変わらず。2号回収しよう。来るか、わあ、しょ、おかねなんか。走った。これじゃでかいか、一発で倒せる。もう来るか。ディフェンスは間に合わない。まずは食事と水を取るかな。ドッグショップ。お酒を一本。ワインを飲んで、沸騰させた水。ラット血が溜まってますが、ラットウェイ。2体に増えた。スコーチビスト。離れよう。うわぁ、近い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 。落ち込んだ。あっち行け。ああ、こっち見てる。超見てるあいつ。超見てる。うわぁ。うわぁ、テンちゃんあった。やろう。うわぁ。道路沿いに出ましたが、右のあれはなんだ。ちょっとしたキャンプっぽいんですが、無理だなこれ。あ、いけるか。ここには何があるんだ。骸骨ね。冷蔵庫には何もなし。ここは道が崩れていますね。入るのは危険。バリケードは立ってますが、行ってみようか。車が見事落ちてますね。2台ほどね。あちらにはちょっとした検問所のような場所がありますけど、敵はなしかな。え、気のせいか。お宝を回収。前方再び弾薬庫ですかね。そうですね。あれ壊していくか。マシンガンタレット、ああ、この距離から当たらない。スナイパーライフルはね、壊れてしまったんで、どこで修理したいところですけど。今結構武器とか豊富なので、サンズオブデーン、あそこに行っても大丈夫かな。作業台がね、あったような気がするんですけど。キャップを回収。タレット目の前にある。こいつを、うわっと、ちょ、近いか？ガス取って。しかし弾薬庫と言われにはね、それらしきものありませんよね。ここにパーマがあるということは、モノガのプラントからパーマ持ってきたんですね、ここにね、多分ね。あとフュージョンコアさえあれば使えるみたいな、そういうメモかな。右足。取り替えますか。レベル20。ここはちょっとした山道になってますね。どっかに繋がってんのかな。南に向かっちゃってるけど、とりあえずこの山を登るためにはね、一回下がりますか。あ、ここに出るんだ、また。なるほどね。この場所には何かと縁がありますね。前方にはキャンプ。いけるぞ。焦げている。62。62はやれるかな。ばあ、見つかっちゃった一瞬で。
ここは安全そうな気がするが、どうだろうか。あまりダメージ取らないね。ショットガン。うっと、当たるんぞ。来るか、お前。ああ、ヘッドショット決まった。弾込めて。ああ、こっち来んな。よし。ヘッドショットが決まれば、やりますね。いや、どこ当てても結構効くな。奴の動きは間抜けだ。俺どこ行くんだ、貴様。待て待て。逃げ出したか？もう一回来るまで待ちましょう。あら、奴のフィントだ。どこ行った？いるな、あそこに。ああ、はいはいはい。お前来たぞ、お前。それ来たぞ、お前。急に猛スピードで。ジャムで壊して。パイプオートライフルで。奴撃ちまくる。ああ、もう来たね、ほんとに。どういうんだ？またフェイントか、お前。わかってんだよ。ああ、来た来た来た。ああ、危ない。ショットガン。もう一丁、あと一発ぐらいか？全員がさんと来た。ああ、止まる。ほい、やったー。またダメージ負ってしまいましたが。まあ、ダメージはいいんだよね。今、ラット値だな、やばいのは。とりあえず食べて回復しましょう。ミュータントハンドのチョップ。ラットスタックのグリル。総重量も増加。ラットラット？ラットラットはいるぞ。こいつぶっ倒すか？おいちゅー。ここには何かあるのかな？水だ。水を回収。設計図ね。こんなもんですかね、ここは。キャンプが作れる。弾薬を回収。死体が倒れてますね。こちらにも。そして作業台発見した。やった。武器作業台。これはなんだ？なんかの装置ですね、これ。スイッチっぽいものがありますが、アクセスはできない。謎の装置だな。まずは修理しましょう。スナイパーライフル。これでまた当分戦いますね。クロスボウも修理して、ツルハシ。パイプリボルバーも修理するか？なんか強くできるかな？次はガンスミス取りますかね？ではパイプリボルバーをこれにしましょう。ハードレシーバー。結構強くなりますね。ダメージが10以上アップする。あとはリボルバーをロングバレル。これにしますかね？射程をかなり改善。次は採掘士の作業台。あれが欲しいですね。クロスボウ用の矢をいっぱい作りたい。前方が目的地ですかね。このマージ関連のログはね、結構あったような気がするんですけどね。極路の宮殿とか？ただあまり聞いてませんでしたね。やっぱり1回目のプレイでは。そして山となるとね、やっぱり薬、それがいろんなものにね、影響を及ぼしてるような気がするんで。何かヒントのようなものがあるかもしれませんね。フラットウッズのソフィーとか。何もないかもしれませんが、ミュータントがいる。あいつやるか？ロングバレル。ああ、いいねいいね。ダメージ結構通る。うっとぅ。ヒドゥン。では攻めていきましょうか。サニートップスキー場。ここで合ってるかな？今、ラットラットいますね。こいつを切る。あ、じゃあ。いろいろ生命体がいますね、いっぱい。上に。争ってるようだ。紺とオレンジのスキーウェア。これ着てみますかね。ラットウェアを発見。カメロウになっていたのか、私は。全然気づかなかったな。まあ、あっさり回復してしまった。こんな感じ。悪くはないね。さらに、ネズミ。外した。ああ、噛まれた。な、反応おかしい。チャレンジ完了。レベルアップした。ここは作業台がありますが、採掘者ないか？このレーダーの下には、スキルボン。なんでしょうね、これ。グロックナクト、ルビーの遺跡。初めてかな。おかしいな、持ってない。ミスク？以前もね、スキルボン取ったんですけど、取ったことになってませんね。おかしいな。ノートかな？ないね。まあ、いっか。ちょっとレベル上げよう。ガンスミスを一つ取る。初任。じゃあ早速、リボルバーにね、
サプレッサーをつけますか。材料あるかな。いきますね。サプレッサーを設定。これで相当強くなるぞ。リボルバーがね。ここはこのターミナルが調べる必要があったような気がしますが。見てみようかな。ちょっとラットが厳しいかな。一回ちょっと待てよ。ラットが落ち着くまで離れるか。上から調べましょう。トラップマークはそこありますね。これのことですかね。ボンチャイム。ここはトイレ。ラットがいる。トイレは繋がってますね。こう、罠だ。危ねなんだ反応が、ああびっくり動いた。こんなとこに、いやらしい罠が。何が仕掛けられていたんだ。デンジャーなんだ、急にデンジャー。奴が来たが、当たらん。リボルバーを、しっこたま、打ち込んで。まず一体、二体目来たな。ボンチャイムが教えてくれる。まあ、一応。ちょっとあまりラグすぎんな、これは。一回ログインし直した方がいいかもしれませんね。全部一体、岩田16レベル。ちょっと強いぞ。頭を狙っていく。まだ生きてる。危ない。一体倒したけど。どこだ。どこにいるっぽいが、バットに反応がない。なんだ、弾だけ飛んでくるな。見えないといけるかもしれない。コーションになりましたが、ボスがいますね、あそこに。サプレッサーなら気づかれずにやれるかな、この位置は。ちょ、待てよ。デンジャーになったな、一瞬で。やった、強いぞ。さすがにちょっと強いぞ。弾込めて。スーチャーマーが、しっかり揃えると危険だが。危ない、おう！まだ大丈夫。弾はいっぱいあるんでね。ゆっくり撃っていきましょう。ヘッドショット。よし、倒した。ラットアームが回復。ミサイルランチャー撃ちませんでしたね、こいつは。危なかったな。あらて。レベル10か。さっくり倒す。また来たぞ。あいつは、オートピストルか？シングルアクションリボルバー。さらにあらて。チョコボール方式で、どんどんやってくるぞ、敵は。待てるのか？軒並み、回収してやろう。貴様らのアイテムだ。レンジャー。では、探っていきましょうか。未だに使ったことのない、この鍵ね。サニートップスキー場、ルーム6キー。どこなのかな？メモ発見した。このスコーチは微妙にやらしい。やっぱり、馬鹿した。後で読みましょう。ライフは減ったので、食べますかね。発酵肉のステーキ。酒を飲むと。目標はこちら前方か。これもトラップですね。しかしすでに開いている。トラップの元はこれか。パイプピストル。ターミナルにホロテープ。じゃあまずはターミナル、調べましょう。メンタス使いますか？インテリジェンス、現在1、すごく少ないね。メンタス使ってもあまり、変わりはないかな。メンタスをしよう。成功しましたね。まずは金庫を開ける。ソニートップスキー場、2号室の客。ということはやっぱり6号室はどっかにあるんでしょうね。到着客を迎えるメッセージ。これはいつの時代のメッセージなのか。爆弾が落ちる前でしょうね。まだここら辺の人物がね、レーダー化していない。普通の店員だったりする時代かもしれませんね。これは営業時間が書いてありますね。これはスキーコースの難易度。チェックアウトに関する手続き。チェックアウト開始。特に情報はありませんね、ここにはね。金庫を開ける程度かな。ここ骸骨があるけど。これはマージー本人のホロテープ。じゃあ聞いていきましょう。ダイハーズマン、
あ、女の人か。お笑いね。強そうな名前をつければ相手が怯えるなんて、本気で信じていたなんて。でも必死になっているのは皆同じ。生死がかかった戦いでは恐れなど消えてしまう。敵は反撃をためらわない。だから殺し合いになる。罪もない人々を手にかけなくちゃならない。私はごめんよ。世界の現実なんて知ったことじゃない。一緒に堕落したりはしない。レイダーという存在は悪趣味で非人道的よ。あのバカげた鍵のかけらを破壊してやる。マージがホロテープを壊しますね。レベル高いな。やめない限りはね。ヘッドショット。そうなればヴィンセントがどうにかしてくれる。ヴィンセント、彼なら私よりうまくやってくれる。倒した。次はヴィンセントのターミナルを読む。ここで退場するわ。薬でも見つけて平穏に苦しむこともなく行かせてもらう。もうたくさんよ。もうすぐ会えるわね、ハーランド。ハーランド、誰かな。長かった。マージは薬で自害したようですね。ずっと強いリーダーを演じようとしたわけですが、強い名前をつけたがあまり認められることはなかったっぽいですね。次はヴィンセントという人物に受け継がれたようですが、ちょっと気になるのが、スプルスノブ。あそこでね、二人の人物が打ち合いを行っていたんですよね。レーダーのギャングのね、トップと思われる人物二人が。あれ、誰と誰でしたっけね。女一人と男一人だったんですけど、あの二人はね、打ち合ってなんか死んだような、そんな感じがしたんですよ。ちょっと感情が合いませんね、これですとね。ギャングのリーダーはそんなにいっぱいいるのかっていう話ですよ。まあ いや、これ次はやしょう。サニートップのマーケティングメモ。テッド。特に情報はなさそうですね。戦前のスキーコースに関する情報かな。いや、なんかちょっと過激なことが書いてあるな、これ。目隠しをつけてゴールする。レストランにスキーするレーンを追加する。対戦相手をスキーから落として商品を獲得。3本スキーだけのチーム戦。なんだこりゃ。あ、これ6番ですね。罠。ちょっと待て。大丈夫か？テンショントリガー。引いてみる。あぶねえ。ドアが爆発した。ここで使えたのか。開けてみたけど、先ほどちょっとね、スコーチがまだいるっぽいんだよね。中になんかあるかな？これ、あぶねえ。うわぁ、ミサイルランチャーの罠。凶悪すぎるでしょ、こんなの。開けた瞬間死にますよ、こんなの。危なかったね。即死するとこだったよ。おや、マージについての懸念。ホロテープ。聞いてみましょうか。メグよ。メグ。手遅れになる前に言っておきたいことがあるの。マージはどうやら正気を失っているみたい。私たちはみんなここで全力を尽くしているけど、誰も殺さずにレイダーになるのは想像以上に難しいことよ。分かってるわ。でも今いましい女、これは生きるか死ぬかの問題よ。生きるために必死な人たちもいる。爆弾が落ちた後はみんなそうだけど、でも私は追いはぎや強盗みたいな真似はしたくない。人殺しは嫌。でもみんな食べないと生きていけない。以前なら銃を振り回せば彼らはおじけづいたけど、今は失うものがないから向こうも銃を振り回してくる。先制攻撃を禁止されているせいで仲間がどんどん犠牲になってる。そして状況が良くなる見込みは全くない。
マージーにはそのことを何度も訴えた。マージーはまだ知らないけど、ルールを破って先に撃つ人もいっぱいいる。死にたくないから。マージーは怒るでしょうね。でも高みの見物をしている彼女に私たちのことをどうこう言われたくない。まだ反乱が起こっていない唯一の理由は、あの女が保管庫の鍵を持っているから。彼女のために命を投げ出す連中もいるし、それに正直に言って他のギャングよりもマシだから。宮殿との契約は条件的に悪いものじゃない。宮殿との契約現状には満足してる。とにかく今やっていることを続けるしかないみたいね。そうでしょ。マージーはどうやらレーダーにはなりましたが、撃たれるまで撃つなみたいな、そういうね、人の心を持っていたままレーダーになったようですね。でもそれでよくリーダーになりましたね。ただし最後はやはり自害してしまった。ぬかコール発見者、ブルブルブルって触れた中に。ではこちら、アクセスできるかな。受信トレイ、管理者パスワード、チェックポイントが更新。管理者パスワードを手に入れる。宛先ヴィンセント、差出人はジャック・フランクリン。マージーの最近の行動がちょっとおかしい。しかしあいつは鍵のバックアップをホロテープ複製機で作っていた。そしてマージーは師匠に向かって管理者パスワードを変更して誰にも中身がわからないようにしてと話していた。彼女はお前に嘘をついていた。で、このジャック・フランクソンは師匠が新しいパスワードを隠しているに違いない場所を見た。寝室の洋服ダンスの隠し倉庫か。次は多分極露の宮殿の寝室ですね。次はマージーからの連絡。何かの話でありましたけど、このマージーは別のギャングのリーダーすべてに鍵のかけらのバックアップを作らないといけないと説得を試みていた。そのホロテープは壊してしまうの簡単だからバックアップが必要と訴えていたようですね。宮殿の機械は完璧な計画だった。なんでしょうね、宮殿の機械とは。次、極秘。マージーからの連絡。誰にも言わないでヴィンセント。あ、今連絡が来ましたね。パスワードを変更してもらったことを連絡してきましたね。なぜパスワードを変更したのかというと、私たちに何かが起きた時の保護のためだと。最近起きた事件のせいで誰もが生きり立って焼きになっている。ギャングたちの中で何か事件が起きたんですかね。宮殿とは。ジャック・フランクソンからまた連絡が来ましたね。マージーは宮殿の事件に関する報告書をお前と協力して提出しろと言った。事件があった時、俺たちは誰もあそこにいなかったが、昨日俺たちが宮殿に戻った時、皆がいなかった。いなくなってた。消えてしまったみたいに。攻撃があったようには見えなかった。どこも荒らされていなかった。誰かが何かを盗んでもいなかった。めちゃくちゃ気味が悪い。なんか失踪事件が起きたのか？あの宮殿で。確かになんかあそこね、随分綺麗で、整ってましたけどね。人の気配がありませんでしたね。スコーチはいっぱいいましたけどね。それが事件なのかな？消失？マージーからの連絡。マージーも宮殿で何が起きたのかわからないと。ジャックは彼らがただ消えたと私に言っている。最初はグルマンズに捕まったんだと思った。うん。奴ら食いますからね。奴らは最近自分たちの問題を抱えている。だから奴らではないと。それに、ボルドン・グリーンズを見た？これはグルマンズの基地ですね。奴らならもっと現場を荒らしていったはず。正直、あとどれくらい足れるかわからない。消えた？宛先、差出人、バスコ、誰だ？いや、宮殿で何があったんだ？あの変人たちが跡形もなく消えたとかって聞いたぞ。奴らとうとう本当に超越だかなんだかしたんだと思うか？そんなことが可能なのか？どうしたら人があんな風に消えるんだ？全くめちゃくちゃな話だ。これは気になるな。マジ？あ、これは先のホロテープ。マージはもうおかしくなってると言ってた女性ですね。メグ。ああ。マージはもうすでにいなくなったようですね。数週間経った。そしてこの時点ではブラックウォーター盗賊団もいなくなっていると。トラッパもいない。それから何より極露の宮殿の事件、誰だか何だかわからないけれど
次は何が来るんだって心配になってきた。ついに町を捨ててアパラチアから移住しようと話している人がたくさんいる。海岸か北を目指そうかなって。参加したいなら知らせてね。ああ、またずいぶんオカルトな話がねありますね。重要なメモ読めない。じゃあさらに北を目指しますか。